おはモーニング。災害級の暑さと呼ばれた日、なぜか赤羽にいる坂村です。最強の暑さを耐え抜いた後に飲むお酒って、もしかしたら最強に美味しいんじゃないと思ってしまったんです。舐めてました。すぐさまクーラーの効いた鯉とうなぎの丸ます屋に駆け込み寺。いつもは行列で入れないのに、さすがに暑すぎてみんな家に引きこもっているのか、すんなりと奇跡の入店。喉があまりにもサハラ砂漠なのですかさず、ジャンボチューハイことジャンチューを注文。その大きさ1リットル。赤羽はほろ酔いで夢を見せてくれる大人のテーマパーク。今日は夢を見る気満々で、夏のパジャマでやってきたピエンさんも一緒。前メロの強盗帽子みたいなのかぶってきました。もう待てないので、お先に乾杯。ゴキゴキュッと。おいしい。これぞ20禁三ツ矢サイダー。完全なる夏バテで、おつまみも揚げ物とか汁物ではなく、さっぱりとしたものしか食べられない。そこで名物の鯉のお刺身と冷凍カニ味噌を注文。ここはディズニーシーか。鯉の刺身にはたっぷりニンニクと生姜を乗せてパクッと。おいしい。プリップリの弾力と生姜のすっきりとした味わい。鯉って淡白な風味なので、ひたすらに食べやすい。冷凍のカニ味噌をじっくり舌の上でキャンディーを食べるように転がしていく。昔はサクマドロップ大好きだったけど、今はカニ味噌に変わったよ。すいません、ライムとミントください。生ライム&ミントに100円課金してモヒートに転職させたら、はい天才。こんな飲みやすい酒があったらつい飲みすぎてしまうけど、ジャンチューは1人1本、酒は3杯までという規制があるからこそ、肝臓も含め誰も傷つかないで幸せに飲むことができる。赤羽はこういう酒上限があるところが多いので飲みやすい。滞在時間30分。喉がサハラ砂漠すぎて早くもジャンチューを枯らしてしまったので退店。土曜牛の日も近いので、うなぎも食べたくなってしまったけど、今の財布の情勢的にちょっとお高いんでしょ、なのでグッと我慢。体もキンキンに冷えて、存在が冷えピタになったので、お次はあっさりからこってりへ。唐揚げ番長という居酒屋にやってきました。メニュー表を見ると、お酒のサイズの横に番長サイズなるもの発見。大盛りを超えたその先にあるものが見たい好奇心で、レモンサワー番長サイズを注文。伝えたい伝わらない、この大きさ。ジョッキを持つだけで筋トレだ。おいしい。一方、コスパ最悪、危険と端っこに書かれた私の酒彼氏を発見。ビールは贅沢品。しかし、ギャンブラーピエンは大富豪なので、番長ビールを注文。相変わらず、服役していたのかという飲みっぷりをかますピエンさん。直後、お通しの唐揚げでーすと、店員さんが持ってきた皿から目が離せなくなった。え？お通し？お通しだけでマイルくらいのボリュームあるぞこれ。何もかもがアメリカサイズ。重量のある唐揚げを持ち上げ、マヨネーズがたっぷりとかかった部分をパクリ。衣厚めで鶏肉がとにかく柔らかい。マヨのトッピングといい、濃いめの味付けが舌をうならせる。酒がなかったらこれ必須だ。唐揚げはこれくらいジャンクであってほしいという思いを汲み取ってくれている。理性という名の風紀委員が目覚める前に、酒で眠らせておこう。とてつもなくここは揚げ物がうまいのではと気づいてしまい、大根唐揚げも頼んでしまいました。フライドポテトのような背丈の大根をひょいとつまんだら、おいしい。口の中でシャキシャキと耳に響くタップダンスを踊る大根。これが赤羽のビッグバンビーとか。大根のみずみずしさがあるので重くなりすぎない。これはフライドポテトを超える時代来るかもしれないぞ。美味しさと外飲みの暑さも相まって、ピエンさんが小学校の前で踊る変質者になってしまったので室内へ移動。キンキンに冷えた瓶からグラスへと注がれるビールがあれば、たちまち訪れる刹那的な冬。ここに来てようやく私も酒彼氏と合流。熱中症対策だとビールを飲んだ後に塩を吸い込むピエン。彼が喜ぶに違いないと思って串カツたくさん注文しちゃった。さっきまでさすがにもう脂質きつい、隣のトトロみたいに新鮮な野菜にかぶりつきたいねって話していたのに、気づけばその野菜は揚げられていた。相棒うずら串を筆頭にみょうが串も頼んでみた。最近みょうがにハマっていて、そうめん、そば、パスタ、何人でも入れちゃう癖がついてる。これあるだけでさっぱり、いつもの倍食べられるので無限って呼んでる。いつの間にか扉越しに見える景色は暗くなり、猛暑も下校していったみたい。オレンジとブドウが混ざったような夏の夕暮れの一番好きな時間がやってきた。この時間が一番好きなのに、ビールの泡のように一瞬でなくなってしまう。泡のように儚いからこそ、優しくて懐かしくて綺麗に見えるのかもしれないね。
曖昧の境界線を越えて赤羽の放課後はすぐに訪れる。小学生の夏はトマトみたいに真っ赤になった顔で、帰宅途中にある八百屋さんによると、そこのおばちゃんがいつも冷えたウーロン茶と一緒にスティック状に切ったキュウリを出してくれた。自家製のお味噌をつけて食べるんだけど、八百屋さんの野菜というのもあってか、すっごく美味しかったんだ。親戚でもなくて、まあ、よく来ていたわけでもないから、なんでそんなに面倒を見てもらっていたのかわからないけど、ガラクタのような記憶ばかり残っているクッキー缶の中に大切にしまってある宝物みたいな記憶。ウーロンハイを飲んでモロキューをつまんでいたら、赤羽の夜風に運ばれるかのように思い出した。お店の人と仲良くなるような経験はあれ以来ないかもしれない。赤羽ならあの時みたいにフラッと寄り道できるお店が見つかるかな。安らげる行きつけを探して赤羽の街を2周して決めたお店、田舎三昧トンボ。活気ある呼び込みが飛び交う居酒屋の真ん中にぽつりとあった店内、入ってみたらドタイプ、こういうところがいいんだよと調子に乗って日本酒まで頼んでしまいました。メニューは鮎の塩焼きや里芋唐揚げ、メンチカツにしらすチャーハンなんかもある。本日のお品書きを眺めること3分、いつもメニュー決める時だけ訪れる沈黙。カマスのお刺身と冷やしトマトおでん、またしてもみょうがらっきょうを注文。5軒目にして日本酒、これは明日生きて帰れるのか。赤羽に行くと毎度 RPG ゲームの NPC のごとく壁に向かって歩き続けている人や虚無と話し続けている人がいるんだけど、私もその中の住人になってしまいそうだ。だけど楽しい目の前のことしかお酒入っていると考えられなくなるので、とりあえず幸せ。お通しのひじきのサラダマヨみたいな小鉢がこれまたうまい。みょうがらっきょう、圧倒的優勝。甘酸っぱいらっきょうとさっぱりとしたみょうが。初恋はいちご味とかレモン味なんかで例えられるけど、今後はこれで例えていくべき。今君に恋した、おいしい。冷やしトマトおでんという矛盾もやってきた。夏なのにおでんが食べたい時ってあるよね。ひょいとすくってパクッとリコピン。コンビニからおでんがいなくなるとレジ前が急に寂しくなる。トマト丸ごと使われていて、ちくわなんかも入ってる。ひんやりだしにたっぷり使ったトマト、こういう冷たすぎず暖かすぎないプール、いつまでも使っていたいのわかるよ。夏のおでんもっと広まるべき。酔っ払ったら好きな人に会いたくなるので、またしてもビール。一口いなり寿司も腕なすった。もったいなくて一口じゃなくて何回かに分けて食べる。酢飯がキュッと効いていて外側がじゅんわり甘い、大好きな味だ。そうこうしていると終電もいつの間にか迫っていたので、パジャマピエンさんを置いて終電ダッシュ。余裕を持って赤羽ゲートまでたどり着いたので、コンビニで締めのストゼロ、ふはーっとおしまい。本日もご視聴ありがとうございました。SNS を見ていたら、この日は災害級の暑さって書いてあって、大丈夫なのかなと思っていたけど、お酒を飲んでいたら暑いっていう感覚が消え去って、全然過ごしやすかったです。でもさすがにそろそろ扇風機が服についてる空調服っていうのかな、あれをワークマンで購入するか悩んでます。ほんじゃバイバイ。